さまざまな事柄を日本舞踊を絡めながらお送りする番組吉蔵の扉チャンネルでございます。私京都に住まいしております日本舞踊家の若柳吉蔵と申します。この度は、男帯の結び方をお送り、したいと思っております。いろいろインターネットなんかで調べておりましても、どうもかっこいい、男帯の結び方がこう出てこない、画像も出てこないということで、これはなんとかせないかんということで、日本舞踊家の私が男帯の結び方をお送りさせていただきたいと思います。では紹介していきます。まず着物を合わせます。まあ、あの洋服なんかではこう着物のこう合わせる向きっていうのがこうこう男女違うんですけど、着物の場合は男女同じで、だいたい左側が上前に行きます。では帯の結び方に入っていきます。まずこの帯の端を半分にこのように折りまして、腰のところにピタッときちっと引っ付けます。ここを離さずに巻いていきます。この巻く方向がちょっと関西と関東では、回し方が違うんですが、私関西なんで関西の方に巻きます。私今こう右の方に巻いていますけれども、関東の場合は手がこっちに来てこっちに巻く形になります。一回ずつグッとこう締めながら巻いていきます。そして次です。今度はこの長い部分を半分に折って、このように声を挟んでいきます。そしてこの長さ、この長さも後ほど重要になってきます。だいたいこう斜め45度ぐらいでこうやって挟んで、これぐらいの長さでちょうどかと思います。それで今度後ろ、この手を大胆に後ろへキュッとこの目まで持ってきます。そして先ほどの二重の分とここですね、ここから重要です。まず二重の方が上、この二つ折りにした方が下、手っていうんですけど下になります。この二重のところを上、後ろに持っていた状態です。二重の方が上、二つ折りの手の方が下で、このような形になります。そしてこの二重の方を下から通しまして締めます。こう、これ締めるときに斜めに必ずこのように締めてください。そしてこの手の方をこちらへ、このように見えてますか。はい、ではこのペラペラっとした二重の方、これを上からまだ今度こう下に通しまして、それで結びます。これで一応完成です。それでは先ほど僕あの言ってました、あ Google であったか、あインターネットで見てた、あまりかっこよくない、バージョンをちょっとやってみます。これはいいですか、こうなった時に最終出来上がりですよ。この見える、あ見える、この二重になった部分のこの長さと、この手の長さが今1対1くらいになってる。1対1ではないけど、なんとなくバランスが悪い、うん、で例えば、今度はこれが、この手がもっとこう短いから、こんな感じ、先ほど変わらんか、変わらんけど、まあまあ理想はやはりですね、
行きまして、この長さとよりもちょっとこれ長くなりすぎたかもしれないですけど、この手の方ね、2つ折りに最初手をした、こっちの方がまあ約2倍こうなってるのが目的にはいいのではないかと。日本舞踊家の方でも大体このように結ばれてます。大体この長さとこの長さの比率がこっちが1だったらこっちが2ぐらいになる、こういう感じで結べればいいんではないでしょうか。ではですね、今度はちょっと補足で帯の結び方とは全然関係ないんですけれども、帯の高さ、結ぶ高さなんですけど、これ例えばちょっと強引にしますけど、これどうですか、ちょっと出すかね、これ高すぎなんです。できるだけ下げて下げて、そしてなおかつ横の横から見たらこれぐらいの、はい、どう？いい感じで、今度はこう着る時のこう着物を着る時にこれどうでしょうか、ダサい、だらしない、名前ピシッとこれ、僕もまあ、家でご飯食べて、テレビ見てる時はこう猫背でこんなになったりしてるんですけど、着物を着るとですね、私なぜかというか、まあこれはもう職業的にそうなんですけど、まあ踊る姿勢というのもそうなんですけれども、おへそを下に向けてお尻をこう上にこう上げるぐらいの形、帯がどっちかというとこの帯が下を向く、下を向く、いいですか、こういう感じで、切れれば一番いいかなと思います。で、まあ、できたらこうどちらかというとこうお腹がちょっとねある方はこうしやすいんですけども、まあ今大体若い方は細いのでなかなかお腹がこう お肉がないと帯が上がってきたり、なかなかこの帯の格好にならないので、コツとしたらそのまあ着物の中に何かここにこう、ハンドタオルとか挟んだらグッとこういう形になって帯も上がってこないし、かっこいい着方になるかと思います。でもう一つはやはり姿勢ですね。何度も言いますけど、お腹をしっかり下げる、お尻をしっかり上げる、これ横から見たらちょっとなんか、なんとなくこうダサいけど、前から見たらスッと見るし、だから必ず帯はこうで、ちょっとこう歩いて、あ、ちょっと着崩れてきたなと思ったらこのようにしてしたらいいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか、わかりましたでしょうか。まあ練習したらすぐに、できると思います。ではもう一度重要なポイントだけ、押さえておきたいと思います。まず帯の結び方、結び目のことです。この二重に折った方、最初に持っていた手の方のこの割合が2対1、こっちの2つ折りの方、手の方が2、そしてこの二重にした方が1と、このような感じで結べたら一番良いかと思います。そして2つ目は今度は帯の高さです。あんまり上がりすぎたらバカボンになります。しっかりお腹のおへその下までグッとこう下げる、何かあったらここに何か挟んでいただいたらそのようになるかと思います。そして姿勢です。着物を着た時はおへそを下に向けてお尻を後ろにグッと上げて、こういう姿勢で常に、いていただけたら着物も帯もうんとかっこよく見えると思います。この3点を注意していただいたらとてもかっこよく着こなせると思います。男性の方は特に、
うん、これで、女性にモテモテではないでしょうか。次回、第3回の寄贈の扉は私の過去の舞台映像をお送りしたいと思います。長唄の写経をお送りさせていただきます。どうぞご期待ください。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。